スパルタは障害者がいない、生まれた時にあこの子障害があるってなった場合はもう殺しちゃうわけよね。現在ヨーロッパって障害者、まあスパルタね、ギリシャね、古代ギリシャの話ね、障害者好き少なかったです。まあスパルタは特に現在ヨーロッパで障害者多い、多くない？多い。なんで多い？自由主義になったから。自由主義になったから障害者が多い。自由主義になると障害者少なくなりますよ。これ現代史になってくるんですけど、女性の自由を追求すると何ができるようになっちゃう？中絶。中絶ができるようになっちゃう。今の話に関連して、なんでヨーロッパは障害者が多い？殺せないから。どうしてヨーロッパは障害者を殺せない？キリスト教。キリスト教は、キリスト教は、まあ、殺すなっていうのがあります。だから、自殺もできないし、基本人を殺すのもよろしくないんですよ。だヨーロッパは中世以降ね、キリスト教になるので、障害者います。で、先進国でずば抜けて障害者が少ない国は？日本。日本は中絶大国やね。じゃあ、キリスト教地域の中で、中絶が比較的多い。日本ほど多くはないけども、障害者を産まないっていう国は？アメリカ。なんで？確かにアメリカはキリスト教地域であるけども、自由主義国家でもあるわけよね。自由なわけね。個人の選択の自由となるわけよ。堕胎が絶対ダメっていうのは？どういう地域？絶対殺すなっていうところは、カトリック地域やね。カトリック地域って障害者多いんですよね。先天的な異常が見つかったとしても、産みます。近現代のヨーロッパ史の中で例外的に障害者が極端に少ない地域時代は？民族間の抗争を乗り越えるためには、民族の勝利のために彼らは安楽死させる必要があるだろうと。20世紀のナチス。ナチスドイツが民族の、純血を守るためにっていうので、ユダヤ人との結婚はダメ以外にも、まあ障害者っていうのは安楽死させた。だからドイツっていうのは障害者が極端に少なかった。たっていうのは障害者を殺しまくっても、障害者を殺しまくっても、その、健常者の中にも、障害者を産んでしまうっていうと怒られるかもしれないけど、産んでしまう、まあ、劣勢の遺伝子ってのは持ってるわけですよね。3世代行っちゃうと、そういうのが出てきて、現在ドイツっていうのは、他の国々に比べたら、そんなに低くない。まあ、ちょっと低いぐらいだよね、まで、障害者の数っていうのは回復します。日本も、まあ、優生保護法があって、まあ、現在は母体保護法ですけど、優生保護法があって、これ優生保護ってこう書いてるけど、実際は多分、これで、まあ、劣勢の遺伝子を排除して、で、障害あったらもう、基本産むな、みたいな、のがあったから、まあ、スパルタみたいな国なんですよね、そこら辺は。